柳先生と谷口先生だ。なんか雰囲気違うわね。魔法がかかったのかしら。じゃあ谷口先生が告白したのかな。状況はかなりプラスのはず。それに今日一日過ごして確信した。すごい好き。柳先生を誰にも渡したくない。だから今日絶対に思いを伝えて恋人同士に。谷口先生、今日はありがとうございました。はい。谷口先生と一緒でとっても楽しかったです。大好き。わあ、綺麗ですね。柳先生、今日は俺も柳先生と一緒に過ごせて本当に楽しかったです。本当ですか？じゃあ結婚しちゃいます？今なんて。ですから。いや、すみません、急に。なんというかですね、今日とても自然だったんですよ。ずっと一緒にいてとてもしっくりきたというか、落ち着くというか。だからこういう人と一緒ならきっと楽しいだろうなって。僕も同じ気持ちです。